ミシェル・オンフレは、現代フランスの著述家、哲学者。快楽主義、無神論、無政府主義の支持者である。非常に多作で、これまでに100冊以上の哲学関連の著書がある。著書の内容が過激なことで知られており、代表作として、次に挙げる5冊がある。ジョルジュ・パラントの生理学、ニーチェ的最欲の肖像、反抗のポリティーク、 抵抗と不服従についての論考、無神学論、刑事上学の物理学、存在する力、事故の彫像。なお、事故の彫像によって1993年にメディシス賞を受賞した。オンフレの哲学は、ニーチェ、エピクロス、拳銃派、キュレネ派、フランス唯物論、個人主義的無政府主義から大きな影響を受けている。2009年スペインで撮影、オンフレは、 ノルマンディ地方の農家に生まれるも、両親に捨てられ10歳から14歳まで孤児院で過ごした。若き日の苦難を乗り越え、オンフレは哲学の博士号をカーンノルマンディ大学で取得した。1983年から2002年までカーンにある高等専門学校で上級生に哲学を教えた。その後、学費無料の教育機関である。 カーン市民大学を仲間と創立し、2004年に設立主意書を発表した。著書、無神学論は2005年に出版されてから数ヶ月間ノンフィクションの書物としてフランスで売り上げナンバーワンを維持した。この本はイタリアでも同様によく売れ、2005年9月に発売すると、たちまちイタリアのベストセラー1位に上り詰めた。 2002年のフランス大統領選挙にて、オンフレは、革命的共産主義者同盟の候補者、オリビエ・ブザンスのへの支持を表明した。2007年の選挙では初めジョゼ・ボベを推していたが、最終的には、オリビエ・ブザンスのに投票し、その後大統領に選ばれることになるニッコラ・サルコジに、インタビューを行った。なお、オンフレにとってサルコジは、イデオロギー上の敵だと、 フィロソフィーマガジンで述べている。オンフレがカーン市民大学という哲学共同体を作ったのは2002年の大統領選の結果が原因だと述べている。著書、偶像の黄昏、フロイトのおとぎ話で展開されたフロイト批判によりフランスで大きな論争が起きた。オンフレによれば、フロイトは哲学者ではあるが彼の行った治療には膨大な犠牲者がおり、 その効果は疑わしいものだという。オンフレは無心論者であり、無心論宣言という本を書いている。2015年にはコスモスを上司したが、同書は続けて発表される2冊と合わせて3部作になる予定である。オンフレは若干皮肉も込めた上で、この本が自らの初めての本になるだろうと述べている。オンフレにとって自らを精神分析すること抜きに、 哲学はあり得ない。オンフレは無神論者を自称しており、有神論的宗教は擁護不可能だと考えている。また、自身を個人主義的無政府主義の伝統に連なる思想家だと考えており、哲学史全体を通定する、この伝統をシニシズムに陥った近代哲学から救い出すことを目指している。オンフレは反対哲学史と呼ばれる、 哲学史プロジェクトのもと、9冊の著書を発表している。各館において、オンフレは、西洋哲学の特定の時代について論じている。このシリーズの構成は次の通り。古代の知恵、バロック期のリベルタン、急進的啓蒙主義、社会幸福主義、求心的実存主義、超人の構築、ジャンマリー・ギュイオーとフリードリヒ・ニーチェ概念の関係について、異端的、フロイト主義、 南知性の漁師にあるインタビューにて、自身の哲学史観について以下のように答えている。哲学を実践する方法は無数にあるにもかかわらず、現在支配的な哲学史はその中から一つの伝統だけを抜き出してきて、それが唯一の哲学の真理であるかのように仕立て上げています。すなわち、ユダヤキリスト教の世界観と整合性を持つ観念論的、 霊魂論的な哲学の系譜のことです。この不完全、かつ不公平な哲学史観を踏み出る思想はすべて捨て去られてきました。西洋の外で生まれたおよそあらゆる哲学が形式されており、東洋の知恵をはじめとして、感覚主義、経験主義、唯物論、唯名論、快楽主義、その他、ハンプラトン哲学に分類される思想であれば何であれ、無視されてきたのです。 天から降りてくるタイプの哲学、プラトンに始まり、カントとキリスト教を経由して、レビナスに至るまでの流れは、この世界の背後にある別の世界を想定することなくして、世界を理解し、説明し、正当化することができません。それとは、対照的な思想の伝統、すなわち地上から上昇するタイプの哲学は、この所世の世界だけで十分だと考えるので、 それ以外の世界を必要としないのです。オンフレの使命は、唯物論と感覚主義の思想を蘇らせ、我々と世界の関係をもう一度問い直すことである。哲学を、個人の経験を制作するための手段として用いる、ことで、オンフレは、体と感性の可能性を探求しており、音楽、絵画、食事で肉体をことほぐよう我々に呼びかけているので、ある。オンフレは、 快楽主義の定義として人生に対する内政的な態度の一つで自らの快楽と他者の快楽を誰にも害を与えることのない範囲で重んじることとしている。オンフレの哲学的プロジェクトとは倫理的快楽主義、協楽的合理主義、そして感覚主義的唯物論の一般化された美学をそれぞれ定義し脳や体の能力を 最大限に発揮する方法を探求すること、そして哲学をアート、政治、その他の日常生活や意思決定に役立つ道具として復活させること、これらである。オンフレの著作は科学、絵画、食事、セックスとエロティシズム、生命倫理、ワイン、書物についての哲学的探求である。最近取り組んでいる野心的プロジェクトとして六巻本の 反対哲学史があり、現在までに三巻まで出版されている。オンフレは次のようにも述べる。支配的な思想においては禁欲こそが理想とされていますが、それとは逆に、快楽主義は自らと他者の快楽に最高善を見出します。その際、他者の犠牲を伴うような快楽にふけるようなことはあってはなりません。自己の快楽と他者の快楽のバランスを取るためには、 一つのテーマに様々な角度から取り組むことが必要です。つまり、政治的、倫理的、美的、エロス的、生命倫理的、教育的、歴史的に、です。オンフレの哲学の目的は、ミクロな革命あるいは、個人や小さな集団に革命を起こし、快楽主義的、リベルタン的価値観を持って生きる人々を解放する、ことなのである。最近、 ミシェル・オンフレはポスト無政府主義という言葉によって、自らの政治や倫理に対する態度を位置づけている。オンフレが共感する無政府主義の思想家には次の人物がいる。オーウェル、哲学者のシモーヌ・ベイユ、ジャングルニエ、フランス現代思想家の風光、ドゥルーズ、ブルデュー、ガッタリ、リオタール、そして友愛のポリティックスや哲学への権利におけるデリダ。 彼らは、ニーチェ的な反乱によって、唯一の真理に終わりを告げ、真理は多様なあり方をすることをあらわにすることにより、キリスト教的な禁欲の理想を抹消し、新たな存在の可能性の登場を促したとされる。快楽主義との関係、オンフレは、存在の力、快楽主義宣言にて、快楽主義の政治思想はエピクロスに始まり、ジェレミー・ベンサムや、 クロード・アドリアン・エルペシウスを経由して、ジョン・スチュアート・ミルまで通じていると主張している。政治的快楽主義の目的は、最大多数の最大幸福を実現することである。ブロガーの J.M. コーンウェルは、オンフレの無神道宣言、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教が誤っている理由を絶賛している。彼によれば同書は、宗教的、歴史的なタイムカプセルであり、 神学的哲学の疑問を明らかにしているという。最近、オンフレは、ジャン・ベリエの著作を読み直すことを進めている。メリエは18世紀に生きた、フランスのカトリック司祭で、死の間際に書かれた、無神論を推奨する一冊文にもなる長大な、哲学的論考が発見された人物である。無神論宣言で、オンフレは、教官服音書に見つけられる。 数え切れない矛盾とあり得そうにない出来事の中から二つを取り上げる。一つは、貼り付けの刑にかけられたものは墓に埋められることはなかったということ。もう一つは、当時ユダヤ人は貼り付けの刑などを行っていなかったということである。マッコーリー大学の古代史学者、ジョン・ディクソンによれば、イエスの同時大臣であるアレクサンドリアのフィロンが書くところによると、ローマ人は、 貼り付けの刑にかけた囚人がきちんと埋葬されるように死体を家族に引き渡していたという。帝政ローマ期のユダヤ人歴史家、フラウィウス・ヨセフスは次のように述べている。ユダヤ人は葬儀を行うことを非常に重要だと考えていたので貼り付けの刑を処せられた犯罪者ですら火が沈む前に貼り付けを解かれ埋葬されていた。オンフレの二つ目の主張について、ディクソンは 明確な歴史語人だとしている。オンフレは20年にわたり、高校の哲学教師を務めたが、2002年に辞職し、学費無料の市民大学をカーンに設立した。同大学では、オンフレと何人かの仲間が、哲学や、その他の科目を教えている。市民大学は、フランスの大学制度に、アクセスできないすべての人々に開かれており、原則として国からは1円も受け取らない。 オンフレは執筆活動によって得た印税によって運営費を賄っている。今のところ、このプロジェクトは大きな成功を収めている。大学はオンフレの著書、哲学の共同体、市民大学宣言の理念に基づいており、カーンの市民大学に範を取って、ピカルリ、アラス、リオン、ナルボンヌ、ルマンにも同様の学校ができており、さらに5校が設立準備段階にある。 国営ラジオネットワークのフランスキュルチュールはオンフレが市民大学で教える哲学講座を毎年放送している。ありがとうございます。